もう中国が停戦に向かって動き出して、うん、アメリカもそれを表立って止めてないんですよね。そうなんですよ。そういう状況でね、うん、あの世の中は停戦に向かってんのにね、うん、未だにおしゃもじアメリカにあんた頑張れっていう、すみません、日本の素晴らしい戦争ですね、うん、私は本当にね、国民が、まあ、国民っていうのは私の戦術ですが、はい、コメントせざるを得ないっていうのはね、私は本当に政権中枢は何を考えてるのかということでしょ。本当に何も考えてない。何も考えちゃ、考えちゃいけないんですよ。アメリカのことだけ言ってるね。もうそれがね、岸田さんが学んだね、うん、去年の安倍、暗殺、暗殺と言いますけど、うん、から学んだ最大、唯一最大の教訓。そうです。絶対に逆らっちゃいけない。そういうことですよね。そういうことですね。だから彼らは戦争をけしかけて、やらして、破壊し尽くしたと、ウクライナを。まあ、あとは日本、まあ、適当にやるよと。私にばかりです。だから、はい、場合によっては自衛隊派遣したっていいんだよという自衛隊はね、あの、サマーで何ヶ月ぶりやりましたからね。そうするとね、岸田さん自分の出番だなんて言ってね、うん、もう、あの、張り切られる危険性があるんですね。いや、そうですよ。おっしゃる通りだと思いますね。で、それでね、結局ね、私は、もうすでにね、その前の段階で、うん、もう、あの、ウクライナ軍が日本に運べるのは復興支援だということで、うん、いろんなルートでね、それを匂わしてるとか、はっきり言ってる。はい、オデッサ市長まで来てね、うん、横浜市と、はい、あの、姉妹都市だから、はい、これで、オデッサ市長が横浜市長に、復興支援よろしくって言ってるわけですよ、うん、インフラのね、復興、ね、まあ、そういう状況ですね。ジョコ・ブランドンじゃなくて、あれはイギリスですかね。そうです。スナック首相が。精密誘導弾を、そう、ちゃんとやるんですね。ということだけど、だから最後の最後までことね、あの、ウクライナの国民がね、こういう形の中でね、犠牲になるということですよね。それは最初からね、はい、私も、あの、三沢さんとの会談でも申し上げたと思うんですが、はい、もうウクライナの国民のことなんて考えてないんですけど、ね、日本の団長ね、うん、ウクライナを利用して、いかにロシアを傷つけるかと、はい、それしか頭になかったんですよ。そうですね。で、それで1年やってきたけどね、結局、ロシアが勝っちゃったと。そういうことなんですよ ね。で、しかもね、その影響、経済制裁の影響は、彼らの方が欧米がまともに受けてしまう。今受けてますよ。危ないですよ。その関係表のってね、中国がイランとあれですよ。そうですね。これはね、中東はね、まあ自分の裏庭じゃないけどね、イスラエルという軸を通じて、中東はアメリカ外交の生命線だったはずなんですが、ね、完全におかぶ奪われたんですよ。やられましたね。今度終戦じゃない、停戦を求める転換点になったのがね、ノルドストリームの実は破壊だった。破壊の成功。で、この時まではね、ネオコンと、いわゆるアメリカの国益派の利害が一致してた。で、ノルドストリームが成功したと。これはもう謀略でね、裁判、あの、ハッシュが暴露しているようにね、はい、もうアメリカの CIA も含んだ、アメリカの当局、バイデンの指示でやったことになってます、はい。とにかくアメリカ、あるいはまあイギリスも間接的に絡んでると思いますが、はい、その謀略ですよ。はい、で、それで、このノルドストリームが成功したと。はい、これはまあ、以前からもおっしゃっているように、はい、実は、ターゲットはロシア、あの、ドイツだったんですよ。ドイツを潰す、つまり同盟国のドイツを潰すっていうのがね、アメリカのノルドストリーム破壊の目的だったわけでしょ。で、アメリカはそれを足したわけです。そうですよ。ウクライナはそれがあったんですよ。そうそう。だから、まあ、その意味でもウクライナは使われてるだけなんですが、はい、で、その後にね、私は路線の対立があったと。うん、ネオコンのように何が何でも戦争を続けてね、うん、ロシアを弱体化する、あるいは壊滅、うん、解体するという勢力と、いや、これでアメリカの一定の、あの外交的目的は達したから、うん、つまりドイツは倒したから、うん、これで停戦に持っていけますが、うん、もちろんその背後にはね、うん、いわゆるディープステートがいて、ね、彼らの世界戦略のためにどのようにしてね、自分たちが選んで大統領を使うかという、これは当たり前のことですけどね、それでずっとやってきたわけ、うん、でそれに立てついたというか従わなかった大統領が事実上ね、うん、この百何年間で初めて現れたと、うん、それがね、トランプさんだったんです。ですから今大統領さんはね、目の敵にされてるんですよね。起訴までされたっていうね。ね、ああ、私はね、その問題というのは非常に重要でね、日本時間だと今日、うん、あの日本時間の明日になるんですけど、はい、どのようなまたね、政治賞を企んでるのかと。そうですね。というのが気になりますね。それでね、うん、実はこれ非常に示唆的なんですが、はいはい、世の中を、つまり共産化する、簡単に言えば共産化する、はいはい、独裁化するためには、司法を握ればいいんです。司法、ね、まあ、これは昔から共産主義者がやることでね、こ、ね、うしろと言えるのが司法ですからね、はいはい、今アメリカで起こっていることはまさにそれなんです。そうですね、ということで、ね、はい、アメリカの司法はね、今もう完全に共産化してる。共産化って独裁化してる、はい。これは大変なことですよね。そうですね。いや、だから、よく民主主義って言うけども、アメリカに本当にね、まともな民主主義が残ってるもんね。その司会の仕方がちょっとおかしくなってるんじゃないかっていうかね。うん、だからもう、あの、激動と戦争でうまくいかなかったら、もう飢餓だと。飢餓になるとこれはね、人間やっぱり食べなきゃいけないんですから、ね。そうですね。あれ、わざと今供給を抑えてるわけでしょ。はい、そうですね。昨日、おとといですか、4月1日付でどんどん、あの3日前か、はい、上がってるわけでしょ。そうなんですよ。また職員が、なんで上がるのと。そうなんですよ。うん、だって、我々が普通に考えれば、あの、米だってちょっと増産すればね、あの少なくとも市場が確保できる、うん。あの、エネルギーベースの 40% 切ってるとかいうね、あの、自給率だって。あれは、粉食っていうか、小麦とか入れてるから、うん、あれで、あの、本当に言えば、そんなね、あれじゃないのに、煽り立てるんですよ。そうね、エネルギーも、大使がずっと昔から、まあ、ずっとおっしゃってた話の中で言うと、今回は飢餓までね、あの、いわゆる支配体制の手段にしようとしてる。うん、あの、まあ、というようなことでね、これ、コオロギ食というのもね、異常さが皆さんお分かりになると思うんだけど、
だから問題はね、その異常さがね、まだ浸透してないと。はい、あ、そうなのかな、世界の潮流はね、そうかもしれないなんて、仮にもね、50% 人が思ったらもうそういう成功なんですよ、海外。そうですよね。デジタル通貨です。あ、いや、そうなんです。デジタル通貨。はいはいはい、でこれはね、専門家もこれ以上議論してないんですけどね、実はデジタル通貨って言った場合に、デジタル通貨を供給するのは誰かっていう議論はしてないんですよ。そうなんです。国家だと思ってるんです、政府。違うんですよ。違うんですよ。やっぱりね、主人なんですよ。FRB なんですよ、基本的には。もしね、彼らがデジタル通貨を供給すればね、これは私がね、思うのはね、今までの新自由主義とかね、サプライサイドエコノミーな、サプライサイドエコノミーって言われるでしょ。だから、供給で、人々をある程度コントロールしようとしたわけです。でもまあ、単純計算すれば 50% しかできないんですよ、供給側だから。今度はね、需要の方、つまり消費の方も、コントロールすると。デジタル通貨だから、ね。そうすると、彼らの計算によれば 100% 我々のね、経済行動を規制できると。でこれを狙ってんだと。だからね、政府がデジタル通貨を発行することはね、論外っていうかありえない。政府じゃないんですよ、あれは。だから、市人の民間銀行の中央銀行が発行する。そういうことですよね。このまま言っちゃうと、ブリックスとかロシアとか中国とか、もっと言うとインドですよね。こういうものを、いわゆるユーラシア系の人たちが、アメリカのそういう FRB が出したがってる、基軸通貨に従ってるのと違う、ユーラシアデジタル通貨をね、そういうふうに、ね、やる可能性も出てくるんですよね。まあ、可能性は否定できないんでしょうね。だからそうなると通貨自体がね、多極化するってこういうことで、そういうことですね。そうすると今までの、つまり中央銀行で、FRB を頂点する中央銀行による通貨、支配が終わるということ。おっしゃるとおりで、そうするとアメリカの支配が、いわゆるアメリカの支配が終わっていくという。いや、そこが、はい、終わるっていうか、そこが彼らが、デジタル通貨を独占すれば終わらないということでしょ。そうそうで、それはね、実は私ね、なぜこの、興味があるかというと、ソ連にいるときにね、はい、まあこれはアネクドートですね、小話で、こういう話があって、はい、ある人がソ連の店に買い物に行くと、何もないんだけど店に行ってね、はい、今日何々を買いたいって言ったらね、店の人が、今日はその需要はありません。という返事をしたっていうのが小話になって、これはね、東大冷戦ご存知の方はお分かりですよね。要するに、ロシアの共産主義経済っていうのは需要までコントロールすると。はい、我々が何を買うかをコントロールするんだと。だから、あなたが今買いたいといったものは、あれに入ってませんよ、はい。今日はそういう需要はありません。消費行動はないんだと言ってる、はい。これなんですよ、今度出てくるんですよね。だから、デジタル通貨で使おうとしたらね、はい、あなたはもう肉はね、もう消費しきってますからダメですって言われたくない。ということですよね。そういうことです。だからつまり、一応自由の一つだった消費行動が全部管理されるということですよね。そうですね。ということは、我々の、行動全体が管理されると。いや、そうなんですよ。いわゆるデジタル通貨の、じゃあ俺が、ドルがアメリカの軍事力とか、経済力が別になって、金じゃなくなってますから、うんうん、そういう信用でやってたのが、うん、それがなくなってきて、デジタル化されると、情報がね、今一般的に言われているのは、もう、すっかり取れる情報を持ってる、そういう、そのデータベースを持ってるのが、一番のその、デジタル通貨のね、保証になってくる。だから、その、今だから、大使がおっしゃってるので、ああ、なるほどなと思ったのは、疫病も、ね、食料も、軍事も何も全部自分たちで今管理して、チェックしてる、うん。全部そういう形で手を出して、実験してる。うん、となると、その人間の、もっと言うと、その、個人の持ってる、その、いわゆるこう生き方から、食べ物から、趣味から、全部管理して、うん、人間が人間じゃなくなるんですよね。例えば、今のお話の関連で言えばね、データ通貨持ってって、この、ちょっと許可できましたから薬を打った。いや、あなたはこの薬は買いません。こっちだです。こっちですよ、と。そういう時代になっちゃいますよね。そういうことですよ。だから、その血圧から何から全部管理されてね。こんなもの食べない方がいいってね、なる可能性ってありますよね。いや、大いにあると思いますね。だから我々もに、はい、人間としての存在っていうのはどういうものかっていうことに、ね、実は今直面してるんです。今直面してるんですがね、そういう問題意識持ってる人がほとんどいないっていうのが、ね、そうなんですよね。これは私日本危ないなと思って。危ないですね。一番最初に、実は、崩壊するのは日本ではないかと。そうなんですね。グローバルサウスを、ね、完全に支配することはできないってことが分かったわけです。そうですよね。ウクライナ戦争ぐらいではね、言い方悪いけど、はい、そうすると、なんか戦争でやるとすれば、もう世界大戦しかない。全世界を巻き込むようなね。そうなんですよね。これを本当に彼らはやるかもしれないと、私はやるかもしれないと思ってるんですよ。いや、そうなんですよ。本当に。で、同時多発でね、朝鮮半島、私、台湾よりも朝鮮の方が今、危ないと思うんですけど。朝鮮半島が危ない。それで、まあ、台湾もそうだし、いろんなところで、中東もね、イラン、で、イスラエルが今、どうするんだろうっていうね、こう、今、選挙でも非常にバラバラしてますよね。なんかね、司法制度改革がどうだとか揉めてますけどね。そうですね。イスラエルの場合はね、いわゆるディープステートよりも行動が読みやすいのはね、はい、やっぱりイスラエルという国家なんですよね。ですよね。政府、国家があるんですよね。国家があるからね、はい、やっぱりイスラエルという国家を元にね、戦略を立ててるの、はい。イスラエルはどうなってもいいっていう人たちじゃないですね。そうですね。だからアメリカがどうなってもいいっていうのがディープステートだね。そうですね。そのために今、イエルガーの中心にいるからね。いかにも彼らがアメリカ人のように思うけど、彼らは自分たちはアメリカ人だとは思ってないと思うんですよね。そうですよね。利用できるね。そういうことですね。たまたまに過ぎない。はい、また、あと今度はどこでも移っていくと、はい、いうことだと思うんですね。だからね、そういう世界が好きなんだ。
っぱり日本に住んでこそ日本人なんでね。そうなんですよ。だからこの日本を守らなきゃならない、はい、という時代が本当に今来てる。そうなんですよね。あれですよね。もうウクライナがこれで停戦、はい、終わりということがはっきりすればね、はい、まあどこでも手出すんでしょうけど、はい、中東と、まあ、東アジアというか、朝鮮半島ですね、やるとそうです。そうするとね、はい、まあちょっと話さなくなるんですが、はい、1950年の再来になるんですよ。朝鮮半島でやるか、台湾でやるかと。そうですね。それを、アジソンが堂々とね、そしたら、毛沢東はやっぱり見抜いてたんでしょうね。そうですね。だから台湾を攻撃しなかったんですよ。だからもう毛沢東の時から台湾はね、もう中国のものだとアメリカは認めてる。そうですね、実際はね。で、だからそれに飛びついたのが、キムイルソンの方ですね。あ、キムイルソン。キムイルソン。金日成ですね。金日成の。はい。で、そういうまあ歴史があるんですがね、ちょっとこのあたりでね、私、自衛隊の方も含めて、朝鮮戦争とは何だったのかということをね、もう一度検討されるのはいいのかもしれないです。いや、おっしゃるように、ウクライナがね、実際は武器商人とか、軍産物隊や、食料メジャーやエネルギーメジャーがね、うん、これで大儲けしたようにね、うん、朝鮮戦争で、我々の国も復興から立ち直るきっかけだとかね、いろんな感じでね、そういうのになってるんでね、うん、なんか、ただ、今一応北朝鮮が、これはアメリカの、まあ、いろんなところの影響を受けてるんでしょうけども、暴発させるって手はあるんですよ、ね。もう、ちょっと、影響を受けてるっていう以上にね、私は、はい、暴発しろって言ったら暴発してくれる国ですからね。いや、そうですよ。それやる可能性あるんで、ね。あります、あります。だから、非常にそういう意味では、危ない場所になってるなと。そうですよね。だから、ミサイルが、西に撃ったのが東の日本に行っちゃったってことは多いにある。まあ、だから、社会だってやりかねないですから、ピッペキーね。彼ら撃つ可能性あるから。そういう意味で本当に、これからウクライナの情勢を見ながら。結局ね、お仕事を言えばね。はい、世界の秩序がなくなったということです。だから何でもありが世の中になってきたということだと思います。だから本当に、ね、日本を仕事して考えられない政治家ばっかりでね、本当にちょっと心配になりますけどね。仕事して考えたら首切られるわけです。そうなんですよね。